夢かける高原清里の父ポール・ラッシュは2002年10月19日に公開されたアニメーション映画企業メセナ協議会認定日米交流150年委員会認定映画清里高原の開拓に貢献したアメリカ人ポール・ラッシュの生涯と日本人との交流を描いた作品1925年関東大震災によって倒壊した キリスト教青年会の復旧のため来日した、ポール・ラッシュは主教たちの要請で、立教大学の教授として教壇に立つことになった。学生たちと接するうちに、ポールは日本への愛着を深めていったが、太平洋戦争の勃発により、日本を離れざるを得なくなってしまう。1945年、ポールは GHQ の将校として、 再び日本を訪れたが、そこで彼は、かつての生徒たちが戦死したことを知り悲しみにくれた。ポールは山梨県の清里を訪ね、かつて信仰のあったシゲル、しげる、志と再会した。ポールは二人から清里の窮場を聞き、清里のために残りの人生をかけることを誓い、アメリカでの募金活動、公共施設の建設、日本初の高知落農を行った。 ポールの活動により、清里は日本の落農をリードするようになり、清里の人々はポールに深い感謝と敬愛の念を抱くようになった。ポールは、そんな清里の人々を心から愛し、1979年に生涯を終えた。ありがとうございます。